はい。皆さん、こんにちは。ワンダルギルビーチです。では、今回は、ハーツオブアイアン4、日本民主化プレイ、続きをやっていきたいと思います。すでに、軍国主義から民主主義に国体を変えて、連合国側に参加した、陣営入りしたという状況です。世界大戦はすでに始まっていまして、連合国 VS 枢軸国という、まあ、一般的な構図になっているんですけども、早くもソ連とドイツも開戦しているという状態です。で、日本の動きなんですけども、日本はですね、まあ、陸戦でどうこうするっていうような戦いをすることは、まあ、ほとんどないかなと思います。まあ、史実だとね、シナに進駐して、中国と戦う、戦争をするということで陸軍が大きく活躍したと思うんですけども、今回はそういったシチュエーションにはならないので、海軍をね、とにかく強化していきたいと思います。海軍の中でも強化するのは空母。それと、その空母に乗せる艦載機。これをね、大きく、強く育てていきたいと思います。研究の方は、まず、新型の空母。これをね、開発中になります。で、その後、今生産のラインに乗せてますけども、冷戦。まあ、いわゆるゼロ戦ですね。これももうちょっと数を用意していってですね、空母に満載できるようにしていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。なので、艦載機にちょっと工場を大きく増やして割り当てていきましょうか。それに伴ってゴムが足りなくなってますね。これは貿易でゴムをキャッチアップしましょう。本来だったら、民事工場をね、もうちょっと増やして、うまく、振る舞っていきたいなというところはあるんですけど、工場を軍事工場に大きく割いてしまっているので、なかなかね、民事工場が十分に、行き渡っていないという現状があるので、結果的に軍事工場の建設が遅れてるっていうね、あんまり良くない悪循環に入りつつあります。なので、このあたりもね、少しずつ軌道修正をかけていければいいのかなというふうに思います。では、40年の新しいね、航空機の方の開発も進めていきましょう。機動部隊の方ですけども、小沢さんがね、今指揮を取ってもらっているところですけども、地中海でイタリア海軍と激突して、少なからず痛手を受けています。まあ、大型艦のね、赤城総理、両空母、これは健在。ただ、修復が必要で、すでに修復は完了しています。その後ですね、巡洋戦艦の金剛と比叡、これがね、今、修復中、修理中になります。で、今までですね、主に偵察で行っていた艦隊、これ駆逐艦なんですけども、この駆逐艦の艦隊を第一機動部隊に組み込みました。第一機動部隊はイタリア海軍と戦いで駆逐艦を数隻失ってしまったので、これを補填する意味ですね。さらにこの後赤城総理はともかくですね、まあ、中型の空母という位置づけになっている瑞宝とかに関してはですね、まあ、もうちょっと積み込める艦載機の数を増やしたいので、改装を行って大型空母へと、その様相で変えていきたいと思っています。今、瑞宝だと40機なんですよね、艦載機はね。これ、やっぱりもうちょっと数がない当選力としては寂しいのかなというのもあるので、大型の空母というものにね、変えていきたいと思います。ヨーロッパの方ですが、ドイツが進撃を行ってますね、ソ連の方に向けて。さらにイタリアもフランスを併合する勢いと、いうことで、これをやっぱり止めるには、日本軍を地中海に派遣したいなぁというのはあるんですけどね。まあ、金剛と比叡が、今約 90% ぐらいですかね、修理完了しているので、これ完了したら出航はできるんですけども、イタリア海軍が未だに強力なので、また同じことになるんじゃないかなっていう懸念はありますね。今回冷戦の数を少し増やして、戦いに、ね、備えるということはもちろんしていくんですが、
それにしてもちょっと心配はありますよね。まあただこのまま出してみていると間違いなくイタリア軍、ドイツ軍が圧倒的な力を持って進撃をしていくと思うので、まあそうならないように我々が、日本軍が海軍を送り込みましょう。飛竜が一隻ロールアウトしてきてます。飛竜で60機搭載できますね。この飛竜は山本五十六さんの、主力艦隊の方に空母として編入しました。これが山本五十六司令官のね、主力第一艦隊というものになっています。で、日本軍の機関は今長門ですね。で、残念ながらこの後で言うとですね、国家方針をご覧いただくと、この究極の戦艦という国家方針を採用すると、まあ、大和型のね戦艦が作れるようになるんですけども、今回は第一航空艦隊というね、こちらの国家方針を採用したことによって、ちょっと大和型がね、すぐにどうこうできるというものではなくなっています。まあ、ここはまあ残念なところではありますけども、まあ、空母を中心に据えていくということを決めた以上ね、まあここはもう割り切っていきたいと思います。はい、ではですね、1940年型の空母ということで、甲板のサイズ、格納庫のサイズが75、つまり75機の航空機を搭載できる新型の空母の開発が完了しましたので、この後はこの空母にですね、取り急ぎ随砲とか、まあ小型のね、空母を改装していきたいと思います。はい、続いて研究枠の方ですけども、救急の艦爆、これの開発を行っています。あとは意識の立候ですね、これの開発も行っていきます。空母の改装は順調に進んでますね。このままいけば今1939年の12月ですけども、明けた40年早々には、新しい、ね、空母艦隊という位置づけで、投入できるようになるのかなというふうに期待をしています。1940年の空母の船体は昇格型ですね。まあ、昇格はね、昇格随格という、まあ、同じ形の、まあ、船体を使った空母2つですけどね。この昇格に工場をドスッと割り当てていきましょう。なんと完全に油断してましたけど、これ見るとトラック諸島が猛攻に奪われてますね。これはトラック諸島の奪還戦は行かないとダメだな。戦地特例ということで、選挙に関してですね、今まで通り、選挙をするのか、それとも戦時中は、まあ、特例を行うのかというところですけども、これ民主主義ですからね、今まで通り選挙やりましょう。それよりも今トラックは奪われているっていう、こっちの方が気になりますね。ちょっとトラックの奪還作戦を行っていきましょうかね。はい、では機動部隊はですね、トラックの奪還の方を先に行いたいと思います。今トラックがなんと奪われてしまっている状態なので、このトラック奪還のためにマリアナ沖をね中心に機動部隊を展開して、これでですね制海権を確保して一気にトラック諸島を奪還していきたいと思います。救急の艦爆がねできましたので、これ艦上型にさらにアップグレードしましょう。で、上陸するのはこの4師団ですね。この4師団を上陸してトラック諸島を奪還していきます。研究はもうどん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 海軍のものに傾倒していってます。今回はなんとかトラックをね奪還したいので、チョーク大阪から一挙にトラックを
目指しましょう。すでにトラックに対しては、これはオーストラリア軍が奪還に向けて動いてくれてるな。まあ、ただ我々の手でやっぱり奪還したいからな。しっかりとね、我々の手で奪還できるようにしていきましょう。ドクトリンの方をご紹介しておきたいと思います。ドクトリンもですね、もう完全に空母に特化したものになっていまして、今までやってきているものでいうと、洋上の飛行場、これ航空母艦の指揮統制率プラス20のボーナス、加えて艦載機の出撃効率プラス 20% というかなり強力なボーナスついてます。これでもね、地中海では負けてしまったので、さらに新しいところで密集攻撃、これ今研究を行っています。母艦の指揮統制率さらに20、対艦照準プラス20、艦載機の出撃効率プラス20、さらに空母の火石祭マイナス20っていうね、これによって、小さい空母が多い日本としては多くの艦載機を、ね、積めるようになるっていう大きなメリットが得られますので、このあたりしっかりね、活かしていきたいというふうに思います。さあ、我々も強襲上陸かけていきましょう。第一機動部隊のね、支援を受けながらのトラック諸島への上陸作戦ですね。これがうまく決まってくれれば、トラック諸島をね、我々の手に奪還できるということになりますので、まずはこの奪還をしっかり行って、その後機動部隊は地中海の方へと転進してもらいたいと思います。さあ、上陸作戦開始です。機動部隊もここにいますね。ここにいるのが我々の機動部隊になります。ここです。で、今上陸をトラック諸島に向けて行っているという、まさにその最中ですね。ここは仕上げていきましょう。ちなみにこの機動部隊はですね、今上陸支援任務に設定してあります。上陸支援、これですね。このまま上陸がはまってくれればトラックの奪還、その後機動部隊は地中海へ転進という流れになります。さあ、上陸はうまくいきましたね。トラックの奪還ができました。これは大きいかな。トラックを奪還したとはすかさず、この辺り一帯をね、完全に制圧していきましょう。では機動部隊は予定通り地中海に向かいます。イタリアが大きくなってるので、これを阻止しにかかりましょう。機動部隊は地中海へ転進。デンマークはドイツに降伏してます。いやー、ドイツ大きくなってるなー。さらに第一主力艦隊もですね、これは地中海へ派遣しましょう。では続いて、天山の方の研究も行っていきます。これは艦爆ですね。というところでね、今回思わぬところでトラックが奪われていることを知り、慌ててトラックを奪還しました。この後は地中海の方に機動部隊を出撃させてイタリアを牽制していきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。